皆様こんばんは。毎週木曜ガールズサースデー第4木曜日エンタハルカの幸福、お噛んじゃったよエンタハルカの幸福集会、あなたも幸せになりませんかのお時間です。よろしくお願いします。今月も60分の生放送でお送りいたします。まあ、今月からね、私一人で MC ということでちょっとドキドキだったんですけど、まあ、今日はね、記念すべき第1回目のゲストがしーちゃんです。こんにちは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかしーちゃん、まあ、昔からね、はい、知ってる方だから、うんうん、まあ、第1回目なんですけど、うん、すごいなんか私が落ち着いてできてさっきと同じこと言ってくれてる、本当にさっき放送してないから2回目 ね。よろしくお願いします。でショールームもね、配信を行っていて、ショールームとあとこちらに見えてるかな、メールアドレスの方に番組へのお便りを送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあしーちゃん、軽く自己紹介をお願いします。はい、神奈川県の相模原市を拠点にアーティスト活動をしております。その他にも、舞台や映像など芝居活動、そして司会や振り付けなどマルチに活動させていただいてます。マルチタレントの山内翔里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもその相模原を拠点としてるっていうのは、はい、私本当に知らなくて最近知ったんですよ。そう、なんかそれこそそう、私は出れなかったけど、はい、トリッキーマウスで多分、はい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 、こうね顔合わせして自己紹介してる時に、知ってたね、そうなんみたいな多分そこで知って知らなかった今まで。もう本当にアーティスト、うん、私芝居やる前にアーティスト活動が最初なんですよ。はいはいはい。アーティスト活動から入って、まあ、そのご縁で芝居も始めたって感じなんですけど、そのアーティスト活動始めたきっかけも本当に相模原だったんで、もう私は相模原からって感じです、ね。地元？いや地元は横浜なんですよ。違った地元なのかと思ったら、その地元の応援系のアーティストみたいなよくいらっしゃるじゃないですか。そう、まあでもね、そういう感じかと思った。そう、あの大学がその相模原、内野辺にある桜美林大学っていうとこやってて、桜美林って相模原なんですか？なんか何個かあります。あ、そう、なんか今お茶まん、お茶水だったね、なんか、ね、そっち系にも都内にもあるんですけど、うん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 、最近はもう進化してて私はもうついていけません学校事情ついていけません相模原、はい、え、きっかけ、これ聞いて大丈夫ですか？きっかけになったのが、うん、もう本当にその相模原淵野辺で大学に通ってる時に、はいはい、その淵野辺駅周辺でプラカードを持った人たちが、うんうんうん、でしたね、ガールズユニット組んで音楽やりませんかって、ええー、プラカード持った人たちがいて、すごい。そうなんですよ。私はでももともと歌は本当に大嫌いな人から入って、そうなの、そうなんだそうなの、大嫌いから入って、ただダンスはやっ、そうそうなの、なるほどねそうダンスは、めちゃくちゃうまいもんだって。そう、幼稚園の時からずっと習い事でモダンバレエというのをやってきて、はい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 、ダンスならもう私やれますよっていうので、まあ、入ったら、まあ、歌も歌わされ、振り付けもやらされっていう感じで、あ、そうなんだ。そうなんです。だから元々はその相模原、その淵野辺を音楽で盛り上げていきたいっていうのは主体で始まってて、はいはいはい、でその当時から懐かしい K-POP のなん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 なのカラーが流行ってた時代でもあったので、めっちゃ流行ったよ。そう、同世代ですから、ね、ま、そうだねアイドルっていうよりはそのアーティスト路線の方で、まあ音楽を、まあ、相模原から発信して、相模原を盛り上げつつ発信していけたらいいなっていうのがきっかけで芸能入りましたねあー、すごいきっかけですね。そうなんですよ。え、そのユニットはポップリップではない、うん、ね、いや、ポップリップなんですけど、ポップとリップの間にスペースがあったの。え、待って待って、一緒じゃんちゃうね、一緒じゃないんだ。違うんですよ、ポップとリップの間にちょっとスペースが入ったのが本当に一番最初。そうなんだ。で、それでまあ1年ぐらいかな、やって、で、まあ方向性的に、まあ、これから、まあ、音楽もちゃんとやっていこう、で相模原以外のとこにももっと発信していこうっていうので、うんうんうん、まあ、ちょっといろいろと体制を変えたタイミングでポップリップをポップとリップの間を縮めてポップリップにして、でメンバーもちょっと一層ね、メンバーも変えて、
本格的に音楽をやっていこうっていう向きで、なるほど、はい、変えました。すごいきっかけ、初めて聞いた。そうなんですよ、そうなんですよ。え、プラカード持ってる人たち、え、勧誘されたってことですか？そう、勧誘ですね、もう。そうなんだ。だからなんか本人、ご本人たちも、俺ら怖かったよね、みたいな。へぇごめんね、みたいな感じで。その時のポップリップは、うんうんうん、ライブ活動とかみんなでしてたんですか？ライブ活動はもう本当に都内とかじゃなくて、相模原の淵の辺のお祭りとか。へえ、じゃあ地元。そうです。みんなで相模原って JAXA あるんですよ。へえ。 JAXA があるので、その JAXA のイベント系にも出させていただいたりとかして。ああ、そうなんだ。そうですね、はやぶさ2の応援ソングを勝手に非公認で歌ったりとか。楽しいね、それは。それでね。そうなんです。へえ、はい、まあ、そういうことをやってましたね、最初のうちは。へえ、すごい。メンバーも多くて5、6人ぐらいいて。めっちゃ多い。はい、そうだから、なんかさあ、あと桜美林大学の人もいれば青学の子もいたり。すごい、なんかサークルみたいな。そうみたいな感じですね。最初のうちは本当にそんな感じでした。へ、最初のうちのことをあんまりね話してないので、ちょっと初めて聞いた。そうなんだ。そう、スペースがあった時代はそんな感じでした。へ、多分私はそのスペースがなかった時代に出会ってますよね。そうです、そうです、そうです。そうか、何人の時代に会った？わかんない。でも私イメージの2人。2人、カオリンかな。そうだよね、イメージ2人。いらっしゃいませ。もうポップリップイメージ2人でした。そうですよね、うん、でも本当に最終形態の、私が今最終形態、最終形態って言うとなんかもう最終形態、今私が最終形態1人ソロなんで、はいはいはい、その1個前のカオリンとの2人バージョンとかね、はいはい、多分そうかもしれない。その前は、その前メンバーを一掃した後は何人いたんですか？その、一掃した後は、うんうん、一掃って言い方がいいかもしれないですけど、新たに、ね、出発し始めた時は2人でした。そうなんだ、なるほど。その時もアイドルイベント出てました？そうですね、最初はやっぱなんか認知してもらおうっていうので、まあ、アイドルちっちゃいライブハウスでアイドルイベントしたりとか、あとは なぜか、なんかその他県の方からイベントに出てくれませんかっていう依頼が来たりとかして、相模原以外でもやっぱ静岡とか、その名古屋、大阪だったりとか、はい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 、そういう栃木とか、なんかイベントが多いんですか？そうですね、基本なんか野外イベント。なんか楽しそう。めっちゃ楽しいよ。いいな。なんか私も地方とかやっぱ行ったことあるけど、うんうんうん、アイドル対バンのイベントとかだから、うん、もうみんなでバスで移動したりとか、うん、もうちっちゃい車でメンバーぎゅうぎゅうになってとかで、対バンライブだから別に東京と変わり映えしないみたいな、お客さんだけ違うみたいなイベントが多かったから、ね、そういうのすごい体験したことないから、すごい、なんでだろう。逆にそっち側をあんま体験したことないから。そっか。なんかお客さんもやっぱ、アイドルさんとかを見たくて来てる人たちが多いじゃないですか。はい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 、私イベントとかお祭りが多いので、うんうんうん、もうそれを見に来た人じゃない人たちが、なるほどね、見てるから、いかにその方々に認知してもらうというか、知ってもらう、聞いてもらう、足を止めてもらう、はい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 、もうそういうのに結構ね費やした時間がありましたね。リリーベのツアーとかと一緒だ。あ、そうですね。リリーベはね、どうやったらこのショッピングモールの人たち見てくれるかなみたいな、ね、そういう気持ちだ。結構大きいところで池袋サンシャインとか、あ、ね、やってたりとか ね、やってましたね。あそこもいいよね。あそこ ね、めっちゃ嬉しい。知らない人がやっぱ見てくれるっていうのは ね、嬉しいことですよね。お祭りとかでもそういうきっかけがね、あって、そう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 、見てもらってっていうのは、マジ足止めてもらうだけでも本当にありがたいなって。本当にそう、ね、本当にそう思う。難しいことだけど、そうだったんだ、知らなかった、うん、そうなんです。出会いがアイドルライブなんですよ。そうですよね。そう、なんか私が前やってた、うん、まあ、ユニットの主催ライブにほぼもう毎回出てくれてて、うん、そうですね、まあ、なんか事務所のね、なんかいろいろつながりとかもあったりとかして、事務所同士がすごく仲良くて、仲いいからね、
私もユニットに同じしーちゃんとね、うん、同じ事務所のメンバーがいたりとかして、うんうんうん、懐かしいね、もう何年前の話って、ね、怖い、私だって18とか19とかだったもん。あ、マジで怖い。10年前とかがじゃん多分。怖い、リアルに怖い。その時からポップリップさんは、はい、なんかもうかっちょいいんですよ。いやいやいや、そんなそんな、めちゃくちゃ、まあ、しーちゃんさっき歌うのが苦手だったって言ってたけど、うん、めっちゃ歌って踊って、うんうんうん、でしーちゃんすごいダンスうまいから、ね、かっこいいなっていう印象がね。何が欲しいの？何が欲しいの？お年玉。そうね。これね。まあ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 。じゃなくて。はい、そうそうそう。でもそういう印象がね本当にあったから、でもさ多分最近なんです、こうやってちゃんと話したっていうか、ね、なんかイベントとかって本当に、うん。同じユニットの人以外話しにくい。話しにくい。めっちゃ話しにくいから。なかなかね。そうそうそう。なんかきっかけがないと本当ここまでの中になれないというか。全然ならないから。うんうんうん、すごい嬉しくて。それが私も嬉しいです。なんか覚えてくれてんのかなっていう。うんうん、覚えてる覚えてる。もうそう思ってて、うん、でも覚えてくれてて、うん、めっちゃ嬉しかったんですよ。もうあのハルティスでしょみたいな。どの？あのハルティスさんですよね。すごいね、嬉しかったんですよ、ね、覚えててくれて、もう本当にね、あんなになんか、うん、そう考えるとアイドルイベントってちょっとなんて言うんだろうな、うん、なんだろう、寂しい感じですよね。そうですね、こうね、うん、いや見てる方はずっといろんなアイドルさんとか出て楽しいかもしれないけど、うんうんうん、楽屋別に本当そういう感じじゃないしね、なんか仲いいユニット同士はあるかもしれないけど、うん、あるかもしれないけど、やっぱね、やっぱなかなかねないからね、うん、バンドとかの対バンライブってなんか挨拶とかするじゃないですか。そう、最初に挨拶するじゃない、うん、もうあの時点でブヤーみたいな感じの、そうそうそう、こういう仲良さが出るというか、そういうアイドルイベントあんまないですよね。ないもん ね、 ね、おはようございます、あ、楽屋ないみたいな、ね、そうそう、あ、はい、楽屋の場所がない、どこに荷物置こうかみたいな、そっから始まるし、ね、ね、珍しいですよね、こうやってね、うん、まあ、長年しーちゃんがやっぱ活動してくれてるからっていう、いや、お互いよ、まあ、お互いなんだけど、お互いよ、本当にお互いなんだけど、うん、多分それがあるなって思います、うん、でも長年続けてなかったら多分こうやって深く話すこともなかっただろうし、うん、お互いやっぱこう長く続けてるからこそ分かち合えるものがね、うん、そうね、そうね、苦しみと嬉しみといろいろと ねあるからね、本当にいやでも嬉しい、こう、まあ、私はさ、うん、ポップリップさんも2人のイメージだったからもうそう覚えてるのは当然なんですよ、うんうんうん、でもめっちゃいた時10人とかいて、まあ、そうね、今いたね、結構ね、そうそうそう、だから絶対に覚えてないと思ってて、うん、いやいやいや、めちゃ嬉しかったんですよ、あのハルティス様ですから、あのハルティス様ですから、すごい嬉しかったっていうね、うん、思い出です。嬉しいですね、私も、うん、お互いは、お互いはだって、うん、お互い今はね、舞台とかでね、女優業とかね、役者業が多いかな、ね、でも一人でライブとかするんですか？あ、もう今ソロなんで。そうだよね、ソロで、そう、メンバー2人から1人になった時点でぽい何かいた何かいた何かいたね、そう、メンバー2人から1人になった時点でちょっと名前の方もポップリップ山内しおりっていう感じ、うん、名前変えたんですよ、変え、まあ、正式に変えたって言われて、はいはいはい、でもそのイメージがある、そうそうそう、まあ、ポップリップ、私がポップリップですよっていうのでなんかビビる大木さんみたいな感じでポップリップ山内しおりっていう名前に変えて、そっからずっとソロで、もう3、4年になるのかな、怖いね、すごいね、あっという間だね、うん、私がアイドルやめたら、うん、ポップリップ山内しおりになってた、そうですねそっか、あれみたいなちょうど区切りが良かったかな、そう、そう、2人から1人になった時点でポップリップ山内しおりに変えて、ポップリップもね、名前知ってもらえるし、山内しおりも名前知ってもらえるなら確かに、まあ、そっちの方がいいなって思って、そっからソロで活動して、なんだろうね、まあ、ソロになってからもプロレスの方々とちょっとご縁があったりとかして、はいはい、プロレスリング場の上でライブしたりとか、すごい、プロレスしたのかと思ったら違った、コブラツイストって言ってやばい、本当ね、しーちゃん好きなんだよ、私元気になるよねなんかこんな気さくな方だと思ってなかったんですよ、まあ、それこそさ最近だっていう話をさっきしたけど、うんうんうん、
もうなんだろう、かっこいいのよ、ステージが本当に、だからなんか、そういうこう明るく話してくれる、かなんかもう勝手なイメージってあるじゃないですか。そう、結構あの見た目はその今最近前髪役でちょっと前髪切ったので、うんうん、あなんかずっとね、そう前髪が長かった、長かったからなんかこういう、そうかき上げ、そうなの、かっこいいのよ余計ね。ちょっとねあのダンスうまいし、そう見た目が結構ツンツンに見えたのかな、ちょっとツンとしてる人なのかなって思われてたらしくて、で喋るとこんな感じだから、そうすごい好きになっちゃった一気に。そうみんなありがとね、そう言ってくれる人たち多いんだ。いいギャップですねそれはね。いやいやありがとうございます、本当にいいギャップねえ、嬉しいな、なんかしーちゃんのことをいろいろ知れるのが。いや嬉しいです私も。あだからなソロになってからは、うんうんうん、そのもっと自分らしさを、アーティスト活動の方で、ねはいはい、もっと自分らしさを出していいんじゃないかってなって、で今までそのダンスは2人バージョンだったり3人バージョンだったり、うんうんうん、結構ポップス寄りというか、なんだろう、結構がっつり踊る寄りだったんだけど、うんうんうん、まあ、歌わりも一人で歌わなきゃいけなくなっちゃったりとか、え超大変なんだよ。本当にね、大変なんだよ、本当に大変なんだよ、年も取ってさ息も切れるしさ。本当に大変なの一人で歌って踊るって、ね、でもなんか結構ソロの、まあ、アイドルさんとかもそうだけど、うん、あんまり踊らない子が多いからすごいのよ。いやでも私も結構二人の時はもう歌ってる時もがっつり踊ってたんですけど、一、はいはい、人になってからはもうなんだろう、前奏、間奏、後奏で踊るみたいな。歌ってない時に踊るみたいな。いやでもそれでも結構大変だけど、ね、その後すぐに歌い出してっていうのがあるから。はは言うねん、はは。いやすごいんですよ、本当にすごいんですよ、山内しおり様々なんですよ。振り付けも振り付けもだからちょっと変えたりとかして。なるほどね。そう結構がっつりポップス系踊ってたんですけど、うん、もう今はバレエ寄りに綺麗な感じに見える、私の味が出るようなダンスにちょっと変えて踊ってみたりとか。なるほどね。なんかもうそういうの考えられないもん。何寄りとかさ、いや言うてね、プロデュースとかもしてるやないけど。いやいや、だから私はね、なんかすごかったよ。そうなんだろうな、多分そういう才能がないから、うん、いやいやいや、なんていうのかな、なんか何事言っちゃダメだよね。いやなんていうのかな、私なんか可愛いものが好きで、うんうんうん、まあ、洋服とかそういう世界観があるものが好きだから、うん、なんか世界観を作り込もうと思って、うんうんうん、そのなんだろう、ユニットもプロデュース始めたって感じで、だからそういう、そうそう、技術的な才能がないんですよ私。だからそれがめっちゃすごいと思う。いや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 、自分にないものを持ってる。でもお互いそうだよね、多分自分にない、うん、私もこうやってプロデュースしてる姿を見てすごいなって憧れるし、いやそんなそんな、だから自分にないものにこう憧れるんだよ人は。そうね、惹かれ合うというか。だからこういう仲になったの。そういうことだ。そういうことだ。そういうことだね。ねえこれコメントな、何これ、ネズミ小僧だってどういうこと。どういうこと、トリッキーマウスだ。あ、そういうこと、さっきトリッキーマウスの、ね、話したからね。そうだね、ネズミ小僧ですね。二人でユニット組んだらどうですか。いや私あの、あ私歌うだけでいいですか、じゃあ私踊るだけでいいですか。いいんじゃない。しーちゃんの横で踊りたくない、うまいから。いやいいんだよ、歌う担当踊る担当で。いいじゃん。2人でね、2人で、まあ、2人組のアーティストって言いますもんね。そうですね、そうです。 ELT さんとかね、うん、いる。できるかな、ユニット。エクホリは何曲振り付けしてもらったんだっけ。あそのね、私がプロデュースしてたユニットなんですけど、エクホリさん2曲かな、2曲かな、うん、でも1年の間に2曲ですから ね。いや、ありがたいご依頼でしたよ。やってもらいました。そう、ありがたかった。曲名がやばい、さっきまで出たのに出てこなかった。アライブと言えない好きだ。さあ言えない好き、言えない好き、そうだそうだそうだ、最初言えない好きでしたね。そっか、最初がそっちか、うん、そうそうなの。なるほど、本当にその説お世話になりました。いやいや、こちらこそありがとうございました。ご依頼ありがとうございます。本当にお世話になりました。いやでもあれってすごいしーちゃんっぽいなって私思ったんですよ。しーちゃんっぽいっていうか、そう、なんかやりやすかったかな、うんうん、作りやすかった振り付けも。なるほどね、うん、なんかああいう結構がっつりアイドルソングじゃなかったから、むしろ、ね、確かにバラード系でね、うんうんうん、泣かせるような歌だったから、確かに私の振り付け合うかなと思いながら振り付けさせていただいて、
しーちゃんっぽいなっていう印象があって、うん、でもあとは踊れるかなってめっちゃ最初に大丈夫踊れると思って私は振り付けしてるんでアライブ好きだった。あ、嬉しいですね。アライブもアライブめっちゃ好き。 ありがとうございます。すごい好きアライブもね、結構感情的な表現でね、うん、結構作らせていただいたので。そうなんだよ、やっぱみんな歌歌える子はね、そりゃダンスの表現もできますよ。そう関係あるんですか、いや、あると思いますよ。だからやっぱ芝居できる子もやっぱ、うん、感情があるから体が動くわけだから、はい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 、やっぱダンスは踊れなかったとしてもやっぱ感情で動く動きって、うん、やっぱ来るものがありますよ。まあまあまあそうか、うん、確かにね。よかった、皆さんちゃんと振り付けしたやつを踊っていただけて。優しい優しいんですけど、なんだろう、なんていうのかな、うん、あの振り付けしてるとき人が変わります、うん、ねえ、そんな怖いとかじゃないよ怖いとかじゃない、すごいね、ファッションって感じ、全然怖くないんだけど。そうね、なんかちょっと叫んだりとかしちゃうかもしれない、しちゃってたかもしれない。 OK! みたいな言ってくれるの、チャウチャウって言いながら、いやいやみたいなはい、バーみたいな、こうワン、エッツーみたいな感じで、そう、本当にすごいです想像つかない感じになります。なんかでもそれに対してみんなはちゃんと答えてくれるから、あ、そう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 、オッケーオッケーって、あれがみんな嬉しいって言ってた。なんかしーちゃんめっちゃ褒めてくれるよねみたいな、マジで。いや嬉しい、私もなんかやっぱみんながそう答えてくれるから嬉しいですね。ねえ、そう、ちゃんと褒めてくれるんですよ、めっちゃ、うん、褒めためちゃくちゃ褒めてくれる。このユニットは褒めて伸びるタイプだなってなって。え、厳しくすることもあるんですか、しーちゃん。 あると思います、結構。あ、そうなんだ。なんだろう、最近はその舞台での振り付けもほんの少しですけどやらせていただく機会が多くなったので、うんうんうん、舞台ですとやっぱり、ね、ダンス経験がない人たちもいる中でやっぱ振り付けもしないといけないので、まあそれなりにダンス経験ない人たちにちょっと厳しくっていうか、まあ、うんうん、足上がらなかったら体叩いてまでこうやったりとか、叩くっていうか、まあなんか手をこう上げなくちゃいけない動作がなんだろう、こう遅かったら、はい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 、なるほどねでも分かりやすいけどね、すごく、まあね、なんかしーちゃんの指導は、うんうん、こうから私は結構ちっちゃい頃からその習い事の先生に叩かれたりとか、まあ、今はねなんか問題になっちゃうのかもしれないけど、そう、ね、時代がね、そう、時代がもう時代なので時代がね、なんか叩かれたりとか、やっぱ体にこうなんだろう、刺激があることで意識するじゃないですか。それを経験してるからこそ、ね、皆さんにもやっぱ上がんない足だったらこう上げる上げるみたいな感じ。なるほどね、まあ、できるまで付き合いますね。休憩時間になっても、え、そうなの、本当にそうなんですよ、付き合います、できるまで。休憩時間もそうだし、あとこうやってくれるのよ、言葉で言うだけじゃなくてここがこうなってるからこういう風にみたいな、うん、すごい分かりやすくて、なんかなんだろう、でもね、スパルタだなって来てるけどそんなそういう感じじゃない、あんまりそういう感じじゃない、すごいね、丁寧なんですよ、どっちかっていうと。なんか私が結構先生、その習い事の先生から学んだことはやっぱその体こう触られて学んだこともあるし、うんうんうん、やっぱ私自身見て学ぶっていうのが多かったので、すっごい分かりやすいですよ、うんうん、こういう体、こういう筋肉の動きしてるからこういう体の動きになるんだよっていうのを、まあ、見て分かってもらうのが一番早いかなと思って、はい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 、私自身もやっぱ動かないとっていうのでやってます。なんかすごい、まあ、それこそアライブは難しいなって感じだったけど、うんね、でもしーちゃんがやってくれとかできるようになるまでこの動きをこう自分でやりながら教えてくれるからすごい分かりやすくて、なんか結構振付師さんってまあ一通り振り付けは決めてくれても、うんうんうん、まあ、一連移して終わりみたいな、うん、はい、やってみてみたいな、そう、ね、そういうのが多いから、うんうん、で分かんなくなった時にあれみたいなのがすごい多くて、うんうんうん、違うでしょ、違うでしょ、思い出してやってごらんみたいなみたいなね。まあでもその方がいいのかもしんない、わかんないけど、どうなんだろう。あ、でもだからすっごいわかりやすい、めちゃめちゃわかりやすくて、うんうんうん、いやいや、そんなめっちゃ褒めるやん。メンバーからも大好評で、アライブって本当にエコーリーの最後、うん、あ、本当に最後の方に作った、うん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 、最後から結構思い入れのある、うん、3曲目とか曲かな。
うん、最後の曲 で、うん、でもじゃあ振り付け誰にやってもらいたいかって話に、うんうん、メンバーになって、うん、でそれでしーちゃんの名前が上がって、うん、でそれでまた依頼したっていう経緯があるんですよ。本当にありがたい。すごく好評でした。いや嬉しいです。いやいや、こちらこそありがとうございました。素敵な、その説は素敵な振り付けを。ね、結構今見てくださってる方とか、ね、遊びに来てくださってる方々も見てるのかな。見てる、ライブ多分見てくれてる人ですね。多いですかね。嬉しいですね、うん、ショールームはね分かんないけど、見てくれてる人どうなんだろう。うん、いや本当にね素敵ね。なんか、まあ、メンバーからも、うん、その振り付け相まってすごい人気な曲で、本当に嬉しいね。そう嬉しいね。今前なんか DVD、 そのラストライブの時の DVD 発売して、発売記念主催イベントみたいな感じで1日だけ集まって、うんうん、でその時も、うん、いやできなかったんだよね。できなかったよね。できなかったんだけど、うん、みんなやりたいって言ってた曲で、でもかそう人数が2人減っちゃってて、あそかそかそか、あ、ね、2人でちょっときついねみたいな、歌割り的にもってなって、うん、そうっていうぐらいの大人気、うん、ありがとうございます。嬉しいね。ありがとうございました。ありがとうございました。アイアイタイガーの振り付けもしてましたよね。そうなんですか。アイアイタイガーさんは振り付けしてないんですけど。してないって、違うユニットだって。そう、アイアイタイガーさんのメンバーさんが出てた舞台の振り付けをしました、うんうん、そうなんだ。そう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 、へえ、そうだからかもしれない。そのイメージだったのかもね。そうなるほど。あの東京バンディッツさんが主催の、うんうんうん、僕と死神っていう舞台のオープニングのダンスを振り付けさせていただいたんですけど、それはあの既存曲を使われたんですよ。新宝島、はい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 、はい、めちゃめちゃそうそうそう有名な。この有名な曲で、うんうんうん、その舞台のテーマに沿った感じで振り付けどうしようかなってめっちゃ悩んだんですけど、確かに有名な曲だと余計ね、そうそうそう、なんかイメージもあるから。新宝島なんてもう結構もうちゃんとなんか振り付けついてるじゃないですか、 PV がかっつり、ね、MV 見るとそれに、ね、惑わされないように自分でこう作ってMV 見ない、自分で作るって見ながらやって、へー、そう、まあ、でもそちらの方もご好評いただいたみたいでありがたいです。すごい、ありがたい限りでございます。どういう感じだったのかめっちゃ見たい。あとで見せてあげる動画。踊ってはくれない。それはそう。なんかこんな感じだった。そう、それもやっぱダンス経験者もいるんですけど、やっぱいない人の方が、ね、うんうんうん、ダンス経験者いない方が多かったので、トリキマに出てた人たちも多かったかな、その舞台は。そうなんだ。そうなんです。誰がいたんですか。あれか、菜園の方。そう、菜園の方。なるほどね。じゃあお会いしてない。そうそうそう、お会いしてない。じゃあお会いしてないや。そうなんだ。そうそうそう、すごい。あ、でもなんだろう、結構なんだろう、無な感じを出したい。うーん、無無ね、無なし、無、はい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 。だ、結構笑顔にパッてなったり真顔になったりとか、そういう顔の意識もさせたし。すごいよね、本当にすごいんですよ。もっと振り付けすごい人いっぱいいるから。いやいや、すごいんですよ。いやでもね、やっぱ依頼いただいたからにはね、精一杯の私の全力を。しーちゃんも出てた。その舞台は出てないです。振り付けだけ、本当にオープニングの振り付けだけ。それってすごいことじゃない。だって役者さんやっててさ、振り付けもできる方で振り付けだけでこう依頼があるってめっちゃすごいと思うんですよ。それも本当にその菜園のトリキマ出たからいただいたご縁で、やっぱどれもこれも、ね、ご縁でつながってここまでやれております。すごい山内です。本当にでもご縁多いでしょ結構。まあまあまあ、でも ね、ありがたいですよ ね、多分なんか、ね、まあ、長く続けてるとね。そうそう、いろいろあるよね。いろいろね、そうなんですよね。ご縁でしかないよねこの業界は。つながりと、ね、本当に思います。飯田奈々ちゃんってコメント結構来てる。あ、奈々ちゃんが出てたんですか。そう、奈々ちゃんが出てました。そうなんだ。ヒロインだったかな、その。ヒロインっぽいもんな、奈々ちゃん。うん、可愛かった。
奈良ちゃん高校の同級生なんですよ。え、そうなんですか。そう、でも隣のクラスでほぼほぼ喋ったことなくてすごいほぼほぼ喋ったことないけど、お互い多分そのなんだろう、クラスの人とかとは仲良くなるけど、うんうん、別に外にわーって行くタイプじゃないから、うんうんうん、お互いあーこんにちはぐらいの名前はご存知ですよみたいなあーみたいな、すれ違ったらあーぐらいのすごいそうそう、だからお互い知ってるけど全然あの接点がないっていう、友達はみんな仲いいけどみたいな、めっちゃ可愛いですよね。奈々ちゃんもね、やっぱ踊れる人だったので。あ、そうなんだ、奈々ちゃんって。そう、動き的に踊れる人はちょっと苦戦した動きかなって思ってます。 あのオープニングダンスは、へー、なんか変に肩入れちゃったりとか、はい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 、アイドルさんもやってるから変にこうでいいのにこうやったりとか、あ、それいらないって言いながら、ね、いいな、しーちゃんのダンス踊りたい。ぜひぜひ、可愛いかな。すごい、いろいろコメント来てる。俺、山内さんにリプして個人宿します、予約してもらった。ありがとうございます。そう、個人宿しますは私がヒロインやらせていただいた。素敵だったのって書いて、ありがとうございます劇団25、6時間っていう劇団さんの、うん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 、個人宿しますっていう舞台が初演と再演あって、どちらともヒロインやらせていただいたんですけど、はいはい、どっちも出てたんですか。どっちも出て、どっちもヒロインやらせていただいて、その際見ていただきましてありがとうございます。素敵でしたって。そう、それもね、結構いいお話で、うんうんうん、涙なしには見れないお話で。そうなんだ。私も舞台上でわーって泣きながら、結構私の中では代表作かなって思ってます。振り付け師しーちゃん、ありがとうございます。トリッキーマウス最高でしたよ。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。しーちゃんの舞台を見てくれてる人が多いですね、たくさん。トリッキーマウスは全なんかメドレーとかも入れたら10曲はないか。結構曲数あった。結構曲数、そうね、うん、初演ね、出る予定だったから、そうそう、レコーディングねしてて。レコーディングしました、誕生日に、ね、誕生日したの。自分の誕生日になんかレコーディングした記憶がある。誕生日のお仕事もいいね。なんか予定なくてその日空いてて、あ、じゃあ OK、 レコーディングしますとか言って結構曲数あったよね。結構ね、 8? そう、8とか結構あった、うん、そう、全部一応振り付けやらせていただいて。すごい。そう、曲調もね、全部違うからね。泣きました、たまに口ずさみます。お、トリキマスの歌。トリキマスの歌かな。トリキマス泣ける。泣きましたはあれかな、しーちゃんがヒロインやってた方かな。ヒロインの舞台かな。多分そうかもしれない。そう、そのヒロインの舞台も、まあ、テーマソングみたいのがあって、うんうん、あ、そうなんだ。わらべさん、わらべっていう、知ってますかね、昭和のアイドルユニットさん。ポカンってしてる。あ、知ってる？あ、知ってます。もうシーマ、ん？あ、そうです。みんなそうです。知ってるんだ。わらべさんの。みんなこう知ってるけど。もしも明日が。知ってるんだね。そうです、そうです、そうです。もしも明日がっていう曲。もしも明日がっていう歌。なんでみんな知ってるけど私知らない、取り残されてるこの会場で。時代よ時代。そう、その曲がテーマソングっていうか、まあ、その舞台で使われてたってことですか。使われてる曲だったので、うん、まあ、結構この曲もわらべってきてる。そう、わらべさん、わらべさん、うーん、もしましたがっていう、結構いい曲なので聴いてみてください、サブスクで。サブスクでありますので、聴いてみます。アップルミュージックありますので。そうなんだ、その曲を。しーちゃん、しーちゃんの振り付け踊りたいです、私。嬉しい。頑張んないとね、だから。踊れる、いけるいける。でもなんかダンスやられて、全くです。あ、やってないの。私経験なくて。経験ないのにあそこまでできるの。いやいやいや、私も踊れない。いやいやいや、すごいよ、すごいよ。ダンスはもう本当に自信なくて。いや全然、だって違和感なかったもん、振り付けして。あ、この子踊れないな、踊れ、なんかあんまり得意じゃないのかなっていうのはやっぱ見てわかるから。まあまあまあ、全然違和感なかったから。もう私はもう未経験。天性や。天性の体をしとるんだ。アイドル向きな。恥ずかしいですね。歌もね、歌えるしさ、ダンスも踊れて、それなりに。全然です。なんかもう、こう踊れる人にこう言っていただくのは恐縮です、ね。いやー、何や。でも、昔からって言ってたじゃないですか。うん、はいはいはい、習い事で言ってた。はい、いくつぐらいから。ね、5歳かな。すごくない？5歳だよ。本当は親は
3歳ぐらいからやらせたかったらしいんだけど、親がやらせたくて。そう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 。なるほど、しーちゃんが最初にやりたいって言ったわけじゃない、わけではないんだけど、親がもともと、お母さんがクラシックバレエをやってて。そうなんだ。そうなの。へえ。で、まあ何かしらやらせたいっていうので、で3歳ぐらいからやらせたかったけど、なんかおむつが取れなかったみたいで。かわいいな理由。おむつそんな年齢まで取れなかったって。そしたらなんか近所の隣の家の人が、あ、もう頑張れっていうのを行き始めたんだけど、うんうんうん、山内さん家の双子ちゃんどうみたいな。しーちゃん双子なんです。そう、双子なんです。知らないよ。双子なんです。しーちゃん双子なんだって。本当？え、知らなかった。双子なんです、私。そうなんだ。二卵性だからあんまり似てないんだけど。お母様素敵ってコメント来てる。ありがとう、お母ちゃんに伝えとくね。え、でもそれがだからあれですよね。そうそう、まあ、例えば親御さんが、うん、始めさせたとしても、うんうんうん、こうやって自分で自らずっとね、うん、続けるぐらいの、あ、でもやっぱことになるってすごいと思います。いろいろありましたよ。やっぱそうなんだ。先生とちょっと、先生見てないよね。先生見てないよね。先生見てないよね。そう、ちょっとあの踊りの先生とちょっと、まあ、はいはい、芸能始めた段階とかで、まあ、ちょっとバトったりとか、バトるっていうか、まあ、ちょっと喧嘩っぽくなっちゃったりとか。そうなんだ。まあ、先生的には私はちょっと、まあ、弟子にしたかったのかな。なるほどね。だけど私はそう、芸能の方もやりたいですみたいな感じの話したら、うんうんうん、まあ、ちょっと喧嘩っぽくなって、そこからまあちょっと一時期やめちゃってた時期があったりとか。へえ、そうなんですよ。そうなんだ。そうなんです。あったりとか、まあ、中学校は私バレーボール部だったんですよ。バレーボールなの、しーちゃんが。バリボー。バリボーね。バリボー。バリボーで、そう、中学3年間みっちりやったので、すごい。その3年間の間も、うん、その習い事の踊る方のバレーは やめてたし、へー、そうなんですよ。いろいろそういうことがありながらも、そうなんだ、やっぱね、私の中で根底にあるものってやっぱダンスなんだなっていうのを最近30歳ぐらいになって気づいて。すごいんですよ、しーちゃんって。多分そのね、バリボーの時代も絶対そうだと思うんですけど。バリボーなんかね、絶対やりたい。私すごいよ、あの無回転サーブ打って、こう、こ、こ、こって落ちるサーブ。すごい、配球でしか見たことない。配球、そうです、そうです、そうです。本当にだから配給アニメ見て、私めっちゃ泣いても、そうそうそうって思いながら。あれ結構ね、リアルですよね。結構リアル。ちゃんとね、他学、なんか他の学校行った時の練習試合の時にさ、あの上のところでさ、はい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 、弁当箱広げて食べるのもそう、よく胃が枯れてるって思いながら。いるいるみたいだね。そう思いました。なるほど、うん、今日は影山飛雄くん26歳の誕生日。誕生日おめでとうございます。そう、好きなんだよね。めっちゃ好きなんですよ。面白い。そう、最近いいよね。最近最高ですね。最高ですね。ケル君、バレボーって来てる。バレボー。バレボーって来てる。そう、そんな時代もありましたね。だからすごいなと思うのが、うん、そのなんだろう、そのバレーボールの時もね、そうだけど、なんか一回やるって決めたことを、なんて言うんだろうな、芯が強い人なんだなって、すごいしーちゃんのこと思ってて、ね、うん、諦めないじゃないけど、うん、なんかすごいんですよ、ブレないんですよ、しーちゃんって。ね、なんだろうね、それがすごい、まあ やりたいこともいっぱいあるけど、やり遂げるんですよ。いや、どうなんだろうね、ちょっと分からんけどさ。だからそれが私はすごいなってずっと思ってます。あ、中学3年間はさ、やっぱこういう3年間って区切りがあるじゃん、うんうん、まあ、区切りがあるから、まあ、それはそれでできたっていうのもあるし、で、そのバレーボールが終わった時もやっぱ時間ができるようになって、うん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 、踊りたいな、結局なんか踊りたいなに結びついちゃうよね、なんか。いや、好きなんだね、うん、踊りはやっぱ人生、私の人生の中では大事な本当に一つかな。すごい。なんかある、そういう人生で、私これは負けない。でも 歌好きでしょ。でも歌うことはすごく好きで、うん、何なんだろうな、人生歌かな、うん、いいやん。歌ええやん。もうちっちゃい頃からずっと歌ってた。ちっちゃい頃から、まあでも、うん、もう本当にちっちゃい時から、うん、カラオケにおばあちゃんによく連れてってもらってね。すごい、すごい、やっぱ時代かな。いやいやいや、変わんない変わんない。変わんない変わんない。すごい、おばあちゃんに。そう、おばあちゃんにしょっちゅうね、地元のカラオケに連れてってもらってて、本当もう毎週毎週、もうこう両手でマイク持って。そう、ある日みたいな。モーニング娘。モーニング娘か。そっちか。そう。でもな、
なんかもうばあちゃんだから気使わないで、うん、自分で何曲も、もうマイク離さないとかしてましたね。でもやっぱ褒められるのが歌が多かったから、うん、すごい歌うのは好きだったかな。やっぱちっちゃい頃からね、そうやって歌をずっとやってきたっていうのもやっぱそうじゃない、うん、今につながってるんじゃない。やってきたってわけでもないんですよ、習ったこととかがなくて、うんうん、でもやっぱおばあちゃんとの交流交流が歌での交流があったから、ね、歌での交流があってね、うん、それはあるのかな。歌は好きなんだね。お箱とかあるんですか？全然私それが、うん、カラオケっても歌わないんですよ。ええそうなの？うん、なんか気使っちゃって。周りに？周りに。そうなんだ。なんか私本当にもうアイドルとかが昔から好きで、うんうん、そうなんていうのかな、流行りの歌とかを聞いてきてなくて、あんまり。はいはいはい。あんまりその同世代が歌う、うんうん、あ歌は知ってるけどサビしか知らないみたいな。ああうん、うん、あるよね。ばっかだったから。歌ってって言われないとあんま歌わないんで、うん、お箱なんだろうな、絶対歌う。あ、レベッカのフレンズ。あ、フレンズ。フレンズ絶対歌う。レベッ、ここでレベッカ出ると。フレンズだ。あ、そうなんだ。まだなんだろうな。それ何？声が出しやすい。歌が好き。気持ちいい。気持ちいい。歌ってて気持ちいい。いや、いいよね。確かに。それはあるかな。スポンってね、こうパッて出す。うんうん、声質の人だもんね。そうですね、うん、あとはなんかそのアニソン系とかアイドルとかなんですけど、アイドルは基本めちゃめちゃ高いし一人で歌いにくい歌が多いから、歌わりするもんね、アニソンとかね一人で歌うんですけど、うんうんうん、気使わないときはもう本当に誰が知ってるんやみたいな、アニソンとかばっか歌ってます。私カラオケはもう本当に一人でしか行ってない最近は。そうなんだ。でも行く最近歌の練習とかで、近くに歌のスタジオがなくなっちゃったから、ちょっと引っ越して最近ないから、カラオケでちょっと歌わざるを得なくて。なるほどね。でもカラオケとまた違うよね。そうなんだね。そうそうそう。とか聞こえ方というかね、なんか周波数というか全然違うからね。違うんですよ。うん、違うんすよ。違うんすよ。違うんすよね。なんか来てる？しーちゃんの土台ダンス。そうですそうですね、そうです。質問、全日本女子バレーボールだとどの世代ですか？栗原さん、めっちゃ見てた。栗原さんとかあのセッターの人、ちっちゃい竹下さん、ね、やっぱその世代、私もそれ言おうと思った。その世代ですわ。高校バレー、春高バレーとか、うんうん、なんかまあそれこそ女子バレーとか、うん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 、よく見に行ってました、うんうん、中学生とか小学生の時。好きで、そうなんだ。見に行ってました。なんかね、でも小中学生あれ安くて、都民の小中学生500円とかで見れちゃうんだ。見れるから。よく何バレーボールとなんか関係があったの？あ、全然なんか、あ、でもソフトバレーを小学生の時にやってて、すごい、なんか、もっと話しもっと話でも夏休みとかその休み、長期休みの時に、うんうん、結構集中的にやるソフトバレーを、いや昔やってて、でそれでその仲間と、うんうん、みんなで見に行ったりとかしてたなと思って。ソフトバレーってあのボールが、そう、ボールが柔らかいの、柔らかいですよね。痛くないやつら。そう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 、子供でも痛くないやつ、痛くないやつらをやってた。へー。習い事で全然、あの小学校で なんだろうサッカークラブみたいな、あんな感じでバレーボールクラブがあってやってた。うん、へー、じゃあ確かに興味出るよね、普通に。それで興味があって、うんうん、みんなでじゃあ行こうみたいな、500円握りしめて、交通費と合わせてお母さんから1000円もらってすごい行ってたな。でもめちゃめちゃその世代、竹下さんとか。そうですね、確かに、うん、私も結構がっつり本当に中学3年間やってたんで。がっつりやってた人はね、もうすごいですよ。中学校横浜市128校中の4位になりました。めっちゃすごいじゃないですか。横浜ってマジでね、人口高いから。そうなんです。本当に成人式もね、分けてやるぐらい。そう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 。広いよね。広い横浜は。うん、そんなね、全国広い中でよく出会えたね、ちょっとね。本当にね。よかった、嬉しい。よかったですよ。うん。
横浜か、うん、横浜本当にでも横浜って広くて、うん、本当に広い横浜なんだって言っても全然ね、そう、あの皆さん港未来とかそう桜木町とかそこら辺をイメージすると思うんですけど、はい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 、私はもう本当に山山、うん、横浜山あるんだ、ある、外れ、山あるんだ横浜、そうなんです、そんなイメージが全然ない、都会をイメージするかもしれないけど私の住んでるところは森があったり川があったりする、もう横浜ってビブレとかでしょ駅前のキラキラ感をイメージするでしょ、そう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 、あそこのタワレコにアイドルやってるみたいな、ね、タワレコもねあったねそんなイメージがあるけど、そうなんです、全然田舎の方の横浜なんで、すくすくとそこで育って今に至りますスポーツのイメージない、これ私かな本当に本当、でもね結構バリバリめっちゃ言われる、運動部っぽいね、言われるよね、めちゃくちゃ言われますね、何部だったみたいな、テニスみたいな、そう、テニスかバスケ 超言われる、テニス、バスケ、うん、陸上ではないなみたいな、うんうんうん、めっちゃ言われるんですよね、私もなんかバスケかバレーボールって言われて、うん、バレーボール、バレーボールでーすバリボーバリボーでーす強豪強いですねって言われてる、そうだね、すごいですよ、バリボー強いんですよ、バリボー頑張った、で山らしいそうなんです、山なんですしーちゃんはお好み焼きのイメージがどういうこといやすごいです、本当に女子サッカーってなかなかね、あの認知されて、男子サッカーよりは認知されてないんですけど、まあ、でも本当にかっこいいです、男子には男子の魅力があるし、女子には女子の魅力があって、はい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 、サッカーしてる姿はもう私の公認の応援ソングに歌詞に載せてるように、本当に歌詞を見てくれ、みんな YouTube で、歌詞もしーちゃん書いてるんです、あ、そうです、基本すごいよね、ポップリップの曲は全部歌詞をやらせていただいてます、何でもできるのよ、もそもそできないことあるんですか、やっぱり聞きたいよね、泳げない全く泳げない、そうなんだ、え、バタ足もできない、え、あのビート板ないと無理、浮き輪か筋肉があるかじゃなくて、そのダンスでちゃんと、いやなんか耳が悪くて、はいはい、でちっちゃい頃からその小学校とかのプールもなんか一人だけ違うキャップを耳までかぶって恥ずかしい思いしたりとか、本当に耳のせいで潜れなかったりとかして、そこでまあなんか水が怖いってわけではないんですけど、うん、泳げない、金槌そうなんだそうなんです、意外、何でもできそう、でも遊びに行きますよ、全然プールも海も浮き輪でプカプカ浮いたり、まあね、それぐらいが楽しいですよね、楽しい、本当にね、うん、泳げる、いや、バタ足とクロール、おー、かっこいい、あ、平泳ぎ、あ、平泳ぎできるよ、バタフライとかできない、あ、バタフライね、あれは難しいよ、あれはむずいさ、あれは難しいさ、ああいうのはできない、無理さ無理さ、うん、私あれが苦手です、うん、機械体操、ああ、機械体操、前転とか後転とか側転とか、できない、できるんですけど、そうだよね、三半規管が弱すぎて、おお、バランス的なものかな、すっごい気持ち悪くなっちゃって、だからね、やんなくていい、やんなくていいそういう意味でできないかも、やんなくていい、大丈夫大丈夫、高校の時にそれこそダンス部があって、うんうんうん、ダンス部なんだけど、うん、ダンス機械体操部 で、あ、入ったけど、その機械体操の練習がもう毎日気持ち悪くなりすぎちゃってやめたっていう、体に害が出てしまうなら、症状が出てしまうならしょうがない、うん、それはしょうがないですよね、うん、三半規管問題はしょうがない、ダンスはね良かったんだけど、うんうんうん、機械体操はね、やってるんだ、ダンス、ダンス部だったのね、あ、でも本当に2日3日ぐらいでやめましたそっか、もう気持ち悪くなる、そっかすいません気持ち悪いんでいけませんみたいな、無理ですってなってそう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 、しーちゃんかわいい、泳げない、お風呂で溺れないでねってでもお風呂大好きなの、最近1時間とか全然使っちゃう、お風呂あれば溺れないでねって書いてある、いやでもお風呂で泳がないから、ね、そう、泳がないそんな広いお風呂はありません、私ん家にお風呂では泳がないので、そうなんですよ、泳げるぐらいね、広いお家だといいんだけどね、すごいよね、そんなお家 ねなかなかないよね、なかなかないよ、都内は、そういえばなんか最近までね、はい、舞台の方、ね、あー、ね、そうなんですよ、今月はね2本やって、すごいよね、でもしーちゃんも舞台を、そう、私は今週日曜日で終わりましたね、そうなんです、お互いなんか芝居の活動も多くて、しーちゃんお芝居はいつからやってるんですか、私は芝居は本当にあの映画が最初なんですよ、
そのアーティスト活動をやっていくうちにその別の事務所の方が映像の事務所で、はいはいはい、でその方からお誘いいただいたのが初めての芝居だったんですけど、なんと主演の映画に初めての芝居みたいな。すごい。主演の映画出てくるないって言われて、あ、初めてなんですけどいいんですかみたいで、あ、いよいよって言われて、なんかそれが良かったみたいで。へえ、結構前ですか？あ、もう本当にもう2015年とかなんで、8年とか。そう、映画公開が。へえ、そっか。うん、変に、なんだろう、芝居してない芝居、うんうん、リアルな感じ、うんうんうん、とか、なんだろう、もともとそのアイドル業界、アイドルさんが多いつながりだったので、はいはい、アイドルさんみんななんか前髪切ったりとかしてて、ね、なんかパッツンが多かったのか、うん、私がドパッツンでしょ、私もヘルメットみたいなパッツンしてた。私だけなんかこう駆け上げてたからちょっと印象も違って見えたのかな、うん、マジで当時いなかったんですよ本当に、ね、こう前髪が、そう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 、駆け上げ系、駆け上げ系前髪の人が本当にいなかった。それも含めなんかいろいろなんか良かったみたいで使っていただいたのがきっかけだったので。なるほどなるほど。本当に芝居のきっかけは、私はでもそれこそ4年か5年ぐらい前 に, もう本当に歌がある作品があって、ミュージカルではないけど、そうそう、ミュージカル風みたいな作品があって、それに出ないかって言われたのがきっかけ、うんうん、そっからそっからですね、アイドル辞めてからだね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。まあ、でも、うんうん、なんだろう、本当にこの業界はつながりだな、本当に ね、ご縁とって本当に思います。ます何回も言っちゃってるけど、いやでも本当に思う、ね、なんかそれこそ芝居始めてからめっちゃ思います。アイドルの時はもうそこまで全然考える余裕もなくて、あ、もう毎日が大変で、すごいスピードですごいスピードで、だけどもう喋らないし、そんな他のアイドルさんとも、うんうんうん、そんなこと一切考えてなかったけど、うんうん、こうしてね、こう今もしーちゃんと一緒になったりとか ね、うん、ねっていう、ありがたいですね。いや本当に、本当にありがとうございます。出会えてよかった出会えてよかった出会えてよかった。70に誘われて、はい、栃木県、茨城、これ茨城だ、茨城の舞台行ったらしーちゃんも出てた。そうなんです、トリッキーマウスでご一緒させていただいた70さんにちょっとご縁でお声掛けいただいて、はいはいはい、その栃木、茨城の方にある大きい、本当に1000人規模だったかな、あ、そんなホールみたいな、ホールみたいなところで商業演劇をやらせていただいたりとか。そうなんです。しーちゃんも出てたお着物を着て、へー、結構本格的な、あのこういう感じだったりとか。すごい、しーちゃんだからできるやつだ。いやいやいや、それは本当に。今回の舞台も良かったです、うん、お疲れ様でした。ありがとうございます今回もあの個人を出しますっていうのの一緒の劇団さんの、そうだったんですね、25、6時間さんの作品に出させていただいて、もうやっぱこの年齢になると母役がお、なんかそうなんだ、しーちゃんそうなんですよ、意外となんかママの役が 多いってわけではないけど、あと死んでる役、うんうんうん、もう亡くなってる役、死んでる役やばい結構亡くなってる役多くて、私初舞台ももうすでに亡くなってた役で、そうなんだ。今回も、まあ、20歳なんですけど、うんうんうん、20歳で子供を産んで亡くなってっていう役、へ、幽霊になって出てきてみたいな。生きてますよ、しーちゃん。私は生きてます。もうあと3分で番組が終わっちゃう。あっという間でした。何か告知ありますか、はい、今のところはねないんですよね。ないんですかね。SNS 系やってますので、まあ、SNS 見て、はい、ツイッター、メブロ、フェイスブック、インスタ全部やっておりますので、そうですね、チェックしていただけたら、ショールーム見てる、はい、これ何十人かの方、あ、ショールームもやらせていただいてますので、そうなんですね、たまにこあのやってます、配信だって、これ今見てる人ほら結構いるから、配信やってる方々、ショールームはぜひフォローしてくださいとのことです、よろしくお願いします。はい、あ、3月にね、ライブが1本決まってるかな。お、3月、今からだったらみんな開けられるね、うん、でもまだあの告知できないです。そうかそうか、まだね、はい、まだうちうちのものだけど、そうなんです楽しみにしていただけたら思います。何かはい、ありがとうございます、言っていただいて。次回のね、幸福集会が1月の26日9時からで、ゲストが女優の一本槍ノアちゃんです。ノアちゃん、そう、ノアすごい久々なんですよ、会いたいな。ねえ、でもなんか今年最後な感じしないな今日ねえ、なんか一応トークテーマにね、今年
はどんな1年だったとかその来年はねどんな年だったとか書いてあるんですけど、うんうん、一言で言うじゃ ん、 なんか今年波なんか波が激しかったです。確かにいろんなことがあって、うん、っていう1年だったかな。いいですね。私は今年は感謝ですね。感謝もう本当に何だろう、中止になったり舞台がねライブも中止になったり、本当にね、できたりする中でこう応援し続ける、うん、応援し続けてくれるファンの方々に本当に感謝だなって思ってます。いやそうですよね、はい、本当にありがとうございます。皆さん今日もコメントもありがとうございました。しお、ライブ開けておきます。お、ありがとうございます。いやあっという間だったね。あっという間ですね。大丈夫でしたか、こんなゆるい番組だけど。楽しかった。あ、よかった。こんな楽しいのかなって思うぐらい、こんな感じなんでいつでも来てください、はい、ありがとうございます。また呼んでください。ぜひぜひまたお待ちしてます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ねえ、でも微妙に時間余っちゃった。あ、本当だ。うん、あともうちょっと喋れる。何喋る、何喋ろうかな。来年はどんな1年にしたいですか。来年ね、来年ねね、どうしようかね、ね、難しいなこれ。ね、しんちゃんのそれで終わろう。美しいレディーになろうかね。ありがとうございます。ゲストは山内よりさんでした。ありがとうございました。皆さん拍手、来月もよろしくお願いします。良いお年を。そうだね、良いお年を。メリークリスマス。メリークリスマス、ありがとうございました。お世話になりました。来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。